はい、ワンピースが大好きな神ケース。ワンピース最新話でまさかまさかのルッチと核と共闘する流れになりそうだということでびっくりしたんですけども、でもやっぱりですね、なんといっても気になるのは今回のサブタイトルにもあるようにラボフェイスデスゲームですね。エッグヘッドに誰かが潜んでいて、まあ悪巧みをしているということで、その犯人が誰かということが気になると思うんですけども、はい、一体それは誰なんでしょうか。誰かが全てを仕込み、皆殺しにしようとしているその犯人ですね。可能性はいくつかあると思うんですけども、私の中でこの展開があったらめちゃめちゃ驚きもあるし、大どんでん返しにつながるんじゃないか、そして可能性としても十分にあるんじゃないかというのが一つありますので、まあ、いくつかの可能性とそれを一つ話していきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それでは最後までどうぞよろしくお願いします。ポイントは大きく3つあるんじゃないでしょうか。セラフィムに命令を聞かせられる順番っていうのがあるので、それもかなり大事になってきますよね。意見順位としては一番上トップが五老星なんですよね。そしてその下にベガパンクで、このベガパンクというのはステラと本体同列なんですよね。2番目にステラとサテライトがいるという感じですね。でその下に戦闘丸がいて、その下に意見チップを持っている所有者ということになっておりました。また意見順位が高いからといってでんでん虫ではダメなんですよね。直接命令を下さないといけないということも分かっております。そしてまたポイント2つ目、エッグヘッド島内のそれぞれの動きですね。エッグヘッドのラボフェーズに登場している人物たちっていうのは一人一人がですね、結構割としっかりとどこにいて何をしてるかっていうのが明かされてるんですよね。なのでそこを事細かに見ていくと、この人はあそこにいたからないとか、この人はこういうことを言っていたからないという絞り方ができるんですね。そしてポイント3つ目、私はですねこれが一番大事だと思うんですけども、他の人はあんまり言ってないんですよね。それがその犯人が明かされた時にいかに驚きがあるかなんですよね。多くの方がいろんな人を予想してるんですけども、その筆頭となっている人物っていうのはいわゆるもう順当な流れだと思うんですよね。その流れはないと思うんです。むしろそれっていうのはミスリードでそれを書かれてるんじゃないかと思うんですよね。誰かが島外から潜入してきているということであれば、パンクハザードでいうとローがねいたような、あれぐらいのインパクトあるでしょうし、仲間だと思っていたキャラクターが実は裏切っていたという裏切り者パターンであれば、もうワノ国で勘十郎を見てますからね、もうあれぐらいがないと読者としては驚きが少ないと思うんですよね。そして今までワンピースを読んでこられた方っていうのは分かると思うんですけども、尾田先生はそれぐらいのことを書かれるんですよね。私たちの想像を絶対に超えてこられるので、みんなが予想しているものっていうのは結構引っ張ってきてますので、それはないと思うんですよね。ちょっとうがった見方かもしれないんですけども、大事なポイントではあると思います。ということで可能性を見ていきたいと思います。まず1人目、ジェイ・ガルシア・サターン星ですね。五老星の一人です。まあなんといってもエッグヘッドに向かっていましたし、意見順位がトップの五老星の一人であります。そしてその五老星の一人が直接エッグヘッドに来て直接命令したから、セラフィムたちというのがベガパンクの言うことを聞かずに動き始めてるということなんでしょうか。また今回釈迦がモニター越しに人影を見てたんですけども、その影もジェイ・ガルシア・サターン星の髪の毛のようにも見えますよね。そしてもともと世界政府というのはベガパンクを消そうとしてましたので、皆殺しというものはおそらく当初の計画通りじゃないですか。なのでジェイ・ガルシア・サターン星が実はもう来ていて動き始めているということも考えられると思うんですけども、私はこれないと思ってます。というのもですね、懸念点がありまして、これはあくまでイメージなんですけども、五老星自らが一つ一つのでんでん虫を手作業で壊していくということはありえないと思うんですよね。あまりにも現場主義すぎると思うんですよね。あくまで五老星というのは世界最高権力です。あまりリスクは犯さずに君臨しとかなきゃいけない立場なんですよね。まあもちろんセラフィムに命じたのが五老星というだけであって、でんでん虫を消してるとかですね、いろんな動きをしているのは一緒に同行していたキザルがやっているということかもしれませんけれども、時系列的なことを考えてもちょっと無理があるんじゃないかなと思います。まあまだ到着していないんじゃないかっていうのもありますし、今回釈迦が言っていた通信の途切れもバリアに閉じ込められたのも全て計算ならばというセリフから、おそらくこの計画というのは結構前から考えられていて行動がもうされていると思われるんですね。通信を途切れさせてるわけですからね。おそらく中からしか途切れさせることはできませんので、すでに雲の上にあるラボフェーズ島内にいてそこから解除した人物だと思うので、そこに入れなきゃまずいけないんですよね。で五老星は偉くて意見順位が高いとはいえども、そのシステムが発動したままスルッと入るっていうのはまた別の話になりますので、おそらくそれはできないと思われるんですよね。なので前々から計画して行動している人物であるとするならば、ジェイ・ガルシア・サターン星というのはちょっと時系列的には考えづらいのかなと思っております。
また可能性2つ目、サテライトですね。その誰かがやってるんじゃないか、もしくはその誰かと誰かが組んでやってるんじゃないかとですね、その可能性もありますよね。まあ、確かに意見順位がベガパンクと同列ということでありますし、それぞれがまあ怪しいじゃないですか。まあ、自我が暴走していたらあり得るという感じがしますよね。しかしサテライトも懸念点があって、それがですね、先ほど言ったポイントの2つ目、それぞれの動きを細かく見ていくとないんじゃないかなというところに行き着くんですね。例えばパンク01、シャカですね。シャカというのも先週号までは怪しかったんですけども、今回モニター越しにその犯人を見ているであったり、最後のページでもセラフィムに止まれと言って、そしてセラフィムは止まっていないという、まあ、制御不能になっていますので、おそらくありえないですよね。そしてパンク02の悪リリスですね。リリスもハンコックのセラフィム、まあ、Sスネークですね、に今回攻撃を受けているんですよね。そしてセラフィムが暴走していることに対して驚いているシーンがあったので、まあ、リリスも考えづらいかなというところですね。そしてパンク03、ソーのエジソンなんですけども、今ソーが読者界隈では一番怪しいと言われてるんですね。というのもセラフィムに最後に命令していたのはエジソンなんですよ。なので上書きできるのであればエジソンか五老星しかいないということで、さっき言ったように五老星はまだ来てないんじゃないかと思われるので、エジソンがやったんじゃないかと。で、今回ですね、ナミとブルックとエジソン一緒にいるんですよね。で、麦わらの一味の中でもナミとブルックサイドというのは、まあ、もちろん懸賞金とかは世間のアベレージからするとすごい高いんですけども、あの島内で見るとまだ狙いやすいコンビではあるじゃないですか。他のゾロとかね、サンジとかルフィはあまりにも強すぎるので、そこから攻めるのではなく裏切るとするのであれば、まあ、ブルックとかナミから攻めるんじゃないかということで、エジソンがそこにいる意味がねあるんじゃないかと言われております。また今回釈迦の応答にも答えてないまま終わってるんですよね。ということで、サテライトの一人であるならばエジソンが怪しいとですね、まあ、状況的にも多くの方がそう言ってるんですけども、先ほどポイントの3つ目で言った驚きという観点からいくと、みんながこれだけ言ってるからこそこれがミスリードなんじゃないかと思うんですよね。だってですよ、皆さん思い返してみてください。あの勘十郎の裏切りの驚きの時を思い出してみてくださいよ。次の話でエジソンが、はい、この人が裏切り者でしたということで書かれて、勘十郎ほどの驚きがありますかね。ないと思うんですよね。ああやっぱりかとなるじゃないですか。なのでないんじゃないかなと思ってしまうんですよね。全部勘十郎のせいですね。次はパンク4、ピタゴラスですね。まあ、ピタゴラスはもう先週から攻撃を受けてますし、攻撃で言うとパンク6のヨークも今回石化されてますので違うと思われますよね。またパンク5のアトラスなんですけども、アトラスはですね、意外とアリバイがあんまりないんですよね。アトラスはサテライトの中でも攻撃を一番最初に受けた人物なんですけども、その攻撃というのは CP0 がやってるのでアリバイがないじゃないんですよね。しかしさっき言ったようにサテライトはもう驚きという観点でないと思うので、ちょっと可能性私的には低いんじゃないかと思っております。じゃあ誰が驚きという観点で一番インパクトがあるか、それを考えた時にこの線がですね、あり得るんじゃないかと思っております。これが私が今一番あり得るんじゃないかというところですね。それがベガパンク本人です。これ皆さん想像してみてください。考えれば考えるだけ怪しいんですよね。ベガパンクずっと出てこなかったですよね。そしてね、ベガパンクは果たしていい人なのかそれとも悪い人なのか、いろんな予想がされて、いざ描かれてやっぱりいい人でしたと、良かったなと思ってる段階だったんですけども、実はこっちパターンなんじゃないか、悪い人なんじゃないかというパターンですね。主な理由としてはですね、まず今回の話でアトラスがですね、こういうことを言っておりました。顔や姿は好きに変えられると。この発言怪しくないですかね。何か意味があるとするならば、もしかするとベガパンクというのは別の顔があって、いい顔というのはつけてると。思い返してみればですね、まさに今扉絵連載で描かれているベガパンクの過去というのは、その顔どれもがですね、悪巧みをしているようなものすごく悪い顔をしてるんですよね。なので悪巧みをしているようなベガパンクというのが本来の姿であって、ルフィと会った時、まあ私たち読者が読んでいる今のベガパンクというのは、いいベガパンクの顔をつけている、まあそういう風に装っているのではないかと。もちろんベガパンク本人であれば島の迎撃システムを解除することも可能ですし、セラフィムに攻撃をさせることも可能ですよね。全てのことがエッグヘッド島内であればベガパンクなら実行可能なんです。もしかすると今このタイミングで失踪したのも、ボニーにクマの過去を知られることで、実はね、ベガパンクもクマの、まあ、悲劇を担う側、悪いやつで、
本当はバーソロミオクマの改造とかもベガパンクが、まあ、もちろんクマに対してはいいように言ってるけれども別の意図があって悪巧みのために改造をしていたとかですね。でそれがボニーに全部分かってしまうのでこのタイミングでその場を去ったということなのかもしれません。そうだと怖いですよね。でもですねこれだと一番驚きがありませんかね。なんかもうこれぐらいのことがありそうな気がするんですよね。ドラゴンにベガパンクが死期のことを言ってたじゃないですか。もうすぐ自分は死ぬんだと言ったこともシャカの口を通じて言ってましたよね。なのでシャカ自身を今後抹殺するという考えがあったのであえてシャカの口から言わせた可能性もあるんじゃないでしょうか。とはいえですね、まあ、オハラの件もそうですし、悪い面だけだと説明がつかないところもたくさんあるというのも確かなんですよね。そう考えていくと、まあ、天才科学者、まあ、天才プラスアルファのみのみのみで、まあ、さらに天才になっているというベガパンクのことを考えると、もしかすると天才がゆえに自分でも制御できなくなっている可能性もあるんじゃないかと思います。他にも頭の長いベガパンクというのは実はまだいて、その悪巧みを考えるベガパンクが自分の分身を作らなきゃいけないと思って作ったのが今私たちが見てるベガパンクとかですね。でそっち側はいい人になろうとしているとかですね、そういうこともありえるんじゃないかと思うんですよね。まあ驚きという点だけでいくとこの線が一番強いんじゃないかと思います。まあ他にも可能性はありますね。例えば黒ひげ海賊団、こちらもよく言われてますね。まあ黒ひげ海賊団今すごく精力的ですし、もうエクヘッド島内に行って、まあ、天才科学者ベガパンクを手に入れようとしているということは十分考えられますよね。そして能力も豊富な海賊団ですので、例えばベガパンクにカタリーナ・デボンが化けていたり、まあ、ラフィットがねベガパンクに催眠術をかけて操っているということも考えられますね。またシリュウのスケスケの実もありますから島内に侵入することも容易ではないでしょうか。まあ悪魔の実の能力をね掛け合わせれば本当に黒ひげ海賊団っていうのはいろんなことができてしまうんですよね。しかしですねやはり黒ひげ海賊団っていうのは船長もそうなんですけども、まあ、みんなガサツな感じがするんですよね。まあ、丁寧にやっていくという感じはしないので、あんなに計画立ててエクヘッド島内に入るっていうことはありえないんじゃないかと思うんですよね。もう力ずくで堂々と入るのが黒ひげ海賊団と、そういう感じはするので、まあ、イメージ的になんですけどもちょっと考えにくいかなと私の中では思っております。まあ、しかし理論的にはいけるのかなという感じはしますけどね。どうなんでしょうか。またちょっと変わったところで言うとこちらもねありえるんじゃないかと思うんですよね。ジェルマダブルシックスです。これ意外と誰も言ってないんですけども、扉絵連載で今やっている、まあ、ジェルマダブルシックスと、まあ、シーザーですよね。その連合が実はエッグヘッド島内に潜んでいると。というのもですね、今扉絵連載というのはリアルタイムで進行中なんですよね。プリンがクザにねさらわれたというシーンが描かれた扉絵連載なんか、その話でもプリンっていうのが出てきてますからね。昔は描かれてその何十巻か後にリンクするというものだったんですけども、今はもう最終章ということもあってリアルタイムで書かれてるんです。なのでジェルマとシーザーがどこかに向かうということであれば、もう行き先はですね共通の知り合いである元マッツのベガパンクのところ、それ以外というのが考えられない気がするんですよね。そしてジェルマの技術を使えば、まあ、ステルスとかいうですね、まあ、透明になれるのもありますし、ビンスモーク2次は生体模倣もしてました。もしかするとベガパンクになりきることもできるのかもしれません。今このエッグヘッド島内に誰かがいるというのはものすごく意味深に描かれてるんですけども、もしかすると皆殺しという感じではなくて、ベガパンクの元同僚がちょっとベガパンクを茶化してるような、まあ、中に入り込んで、まあ、ちょっと遊びの感覚で暴れ回ってるみたいなね、そういう方向性もね、まあ、わずかながらあるんじゃないかなと思います。あの造編でブルックが死体死体と言われて死体男爵だったというね、ああいった感じに似てるんじゃないかなと思いますね。ものすごく意味深だったけども蓋を開けてみれば全然そんなことなかったみたいな、そういう展開もありえるのかなと思いますね。ただねルッチと書くと共闘してルフィたちは戦おうとしてるので、まあやっぱり何かしらの大きい敵が潜んでるんだろうなっていう感じですよね。まあ、他にもスチューシーとかもね怪しいのかな。はい、いかがでしょうか。皆さんが思うところがありましたら、まあ、他にもいろんな可能性というのはあると思いますので、そういうものがありましたらぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。